まあ、球も見れるチャンスはあるから大丈夫。こんばんは、 AKB48 ハルピョンことはずぶとりなです。今日は千葉公演がありました。出張公演ありがとうございました。千葉で出張公演での私の初日を迎えさせていただいたんですけど、すごく楽しかったはすごく楽しかったんですよ。ファンの皆さんと久しぶりに会ったりとか、なんかチームエイトの昔のイベントみたい、イベントというかツアーのそのまあちょっとちっちゃい版みたいな感じをすごく思い出したなっていう、あのお見送りの感じとかすごいなんかそうだなって思いながらやってたんですけど、すいません、なんかやっぱり あの劇場が好きだったなって今日ステージに立ってというか、なんかちょっと思い出したな、思い出した、なんか改めてそう感じたなというか、なんかもちろんすごい今日のねそれもすごくすごく楽しかったし、楽しかったんですけど、なんかねやっぱ劇場だからの良さとかっていうのもあるなって思ったし、すごく劇場が、あの劇場が大好きだったなってすごく思って、改めて思って、声なんか今日朝じゃない、リハからちょっと出が悪かったんですよ。そうなんか空気はちょっとあんまし綺麗じゃなかったそれなんて言うんだろう、こうまあ、そんな感じ。会場の空気というか、なんていうの、そのリハからもうねすごいなんかあんまりいい感じじゃなかったので、
すいません。じいちゃんハートありがとう。明日なんか明日輝きフェス行くよっていう方が何人もいた。今日嬉しかった。でも多分今日みたいな感じだよね、輝きフェスも、ステージがあって、ホンダの森ホールで大きいホールがあってっていう感じだよね、きっと。瀬取りがいいと聞いて楽しい。え、誰が言ってたの、瀬取りがいいって。誰が言ってたの。某メンバーですか。あの、私に感謝してじゃあ、なんかもともとマネージャーさんが組んでくださってたセットリストが、いやまあそのなんて言うんだろう、 AKB のコンサートとか AKB だけのなんか AKB のファンしかいないイベントとかだったら絶対にねすごく盛り上がる曲がいっぱいだったんですけど、なんかこれを多分他のアイドルさんのファンの方がいらっしゃるところで歌ってもなんか知らない人が多いだろうなっていう曲がいっぱい入ってて、そうめっちゃ入れ替えたもうマネージャーさんにそのそれを見せてもらった時にめっちゃ入れ替えましたいやこれはこれでみたいな、これはこっちの方がいいですみたいな、すごく入れ替えたので、あの私に感謝してくださいでも盛り上がるというか、まあ、AKB を知らない人も楽しんでいただけるような、今の AKB を知らない人も楽しんでもらえるし、もちろん昔の曲ばっかりいっぱいやるっていうそういう感じでもなくて、最近の曲だってやるし、そう。私はあの曲やりたいですってでも一曲言ったんですけど、それはちょっと通らなかったです。一曲だけ超やりたい曲があったんですけど、それは通らず。運営側に意見出して採用されたわけじゃなくて、普通にマネージャーさんがそのセットリストを決めてる時に見せてもらったんですよ。でそしたらなんか私的にはえこれは多分もしかしたら、まあ、AKB のコンサートだったらもきっと盛り上がるんですけど、ちょっと輝きフェスでは違うかもしれないですっていう話にをしたのね。そのなんか AKB のファン以外の人もいるので、しくしたらこれはちょっと違うかもしれないですって、そう言って、ま、あのマネージャーさんっていうか、そのいろいろ曲セットリスト決めてくださったりとかしてくださってる方にと、そこでちょうどタイミングが良くてそれを見ることができてお話ししてて、そうでこれはこの曲がいいかもみたいな話になってちょっと変えましたその時に日向もいたので、日向とも相談いろいろ相談して、そう、
なんかやっぱり AKB が一番盛り上がってたよなって言われたいじゃないですか。まあゆきりんさんもね出られる、出演されるんですけど、そうゆきりんさんも出演されるんですけど、でもなんかやっぱり AKB が一番盛り上がってたなって言われたいから、せっかく出るんだったら、だからやっぱ盛り上がりせとり。わ、ドボンしなかった。誰が私をドボンキャンセルしたんだろう。ドボンしていいのに。間違えたかもな、もしかしたら。いや、うん、間違えてなかった正解やってた。なんかね、水分が足りてない、脳みそしてて今。でも私今日その喉がね、乾燥なのか分かんないけど死んでたのもあって、もう今日500ml のペットボトルの水3本、3、4本飲み干したんですよそう、2リットルぐらい飲み干したんですけど、そう、それでもなんかまだ喉変、うん、あと頭が水分足りないよって言ってる、でも楽しかったんで大丈夫です。その分汗でめっちゃ出てるしね、飲んだ分。最近代謝がめっちゃ良いなって感じます。なんか公園とか、いや、まあゆいりさんとかのねあれはすごいんですけど、なんか公園とかですごいなんか汗、うわ汗かいてるなって思う瞬間がすごく多い。自分今汗かいてるなって思う瞬間がすごく多くて、うん、私はすごいずっと昔から汗かかないタイプ、顔だけは汗かかない人だったんですけど、なぜか最近はかくようになりました。眠くなってきちゃった。2時間3時間ぐらいしか寝てない。うん、昨日の夜そう、ゆうりさん来てた日やばかったね、確かに。睡眠は不足してます。でも明日終わればちょっと一回ゆっくり寝れるので、ちょっと一回ゆっくり明日頑張る。まあ明日のそのそれこそ明日の電車の中で寝れるし、新幹線、新幹線で行くよね、違うの、わかんない。輝きフェスに行くのに輝きに乗らないんですか。お、ゆいゆいに当たった。羨ましいだろお前ら
ゆいゆいと対戦してるよ。明日はアップティーステージ AKB で、え、私たちは明日アップティーのステージ、え、出るよ多分。うん、何の話をしているんだ。ゆいゆいが羨ましい。え、ありがとう、そうやって言ってくれる人を持ってよかった。今日さ楽屋でさ真中にさ、え、ハイピョンさんってなんかボットみたいなアプリ使ってますって言われて、え、ドボンなんか、え、なんか桁違いすぎないですかみたいな。いやいや、ボットアプリ使ってないよって、普通にやってんだよ。お、ゆいゆいがなるちゃんファンをドボンしてった。そう、普通にやってるよって。ボットらしい、うち。ボットってどういう意味なの？あんまりわからない。主張コインありがとうございました。髪色、もうこれは嫌な髪色です。私今みずみんが言ったわ、この話、私のシークレットゲットしたよって話。ちゃこちゃん、はっしーさん、ハートありがとうございます。明日何の曲やるの？だって一曲目だけ教えてあげる。じゃあ、え、内緒にしてくれますか？ここで言っても聞いてないってぐらい盛り上げてくれますか？したら一曲目だけこっそりこそって教えてあげます。なんかいい感じに匂わせる感じで。一緒ね、絶対に言わないでね。バレるとちょっと大変だから、本当に怒られるから、ハーピョン。内緒ね。曲じゃなくないよ、曲だよ。
ょっと覚えすぎちゃった。この人愛ちゃん推しになったんだ。前ズッキー推しだったのに。前結構よくドボン当たる方のお名前とかは他のファンの方も覚えさせていただいているんですけど、なんか前はズッキーだったのに変わってた。自分のファン以外、あ、でもそのよく当たるって言ってもそんななんか5回とか当たってるだけじゃ、あの正直ほんとよく当たるじゃないんですよ。もうほんとになんかもうマジ当たりすぎまくってるよねぐらい、ほんとになんかもうよく見るなこの名前みたいな。だから前にね、あのとあるファンの方が来てくれたんですけど、別のメンバーのファンの方がなんか自分結構いっぱいドボンで対戦しててみたいな話されて、あ、そうなんですねみたいな、嬉しい、ありがとうございますって、頑張りましょうねみたいな話してたら、まるまるって言いますみたいな、ハルピョンって言いますみたいな感じで名乗られたんですよ向こうから。したらめちゃめちゃもうなんか本当に意味わからんぐらい当たってる、もうパラダイスよりパラダイス、パラダイス、パラダイスぐらい当たってるナルのファンの方が握手会に来てくれて一回きりなんですけど、もう来なくなっちゃった。一回だけ来て消えてちゃった。そう、一回だけ、あ、眠たい。寝てる間になんか終わってた。なんか誰かドボンされてた。10時までとりあえずドボン頑張って配信。え？なんで今日こんなにドボンやってんのメンバーみんな。てかなんか普段会わない人がめっちゃやってる。ズッキーと当たった。ね、珍しい。さっきもね、他のメンバーとも結構なんか、全然この子普段当たらないよ、当たらないのにっていうメンバーと何人かと会ったりとか、昨日も、あ、昨日じゃない、今日のさっきもしてたので、なんで今日みんなやってんだろう。逆に怖い。あ、でもい、あ、ダメだ、あ、でもい、今日、あ、待って、10時だ、メール送らなきゃ。落ちしそう。ちょっと今マネージャーさんに連絡してます。
ぽくさんハートありがとう。おお、なんかドボンでドボンしてるよ。メール送ろうとして、髪型がラフ。メール送ろうとしたのに、もうマネージャーさんに業務連絡してたら忘れちゃう。うん、今日の三浜文化ホールみたいなところは。チーバくんのどこ、結局どこだったんですか。顎とか口って言ってたよね、誰か。美味しいお弁当、はい。でもなんかお弁当あんまりその食べる時間というか食べる余裕というか気持ちというかそうなくて、全然ご飯食べれなくて。さっき食べました。でもちゃんと終わってからもぐもぐしたので大丈夫です。メロクいます。すいません、もう眠い目を開けながらメールを送ってます。すいません、もう目が寝てる、目が寝てる、文章書きながら。
明日のさ行く準備もしなきゃいけないしさ、結局お風呂入るの12時過ぎそう、今配信終わってもまあそんな感じで頑張ります。とりあえずちょっと待ってね、今送ります、メールを。ねえ、うちがスペードがいいって言ったのにさ何も出てない、やだやだ。あとなんか面白い話あるかな、なさそう。いや今日私我ながらうまいこと言ったなと思って、自己紹介で皆さんに今日は夢とレッスンをたくさん届けたいと思います。そう、夢の国があるところだからね。いや、いいまとめ方したなって。思ってます。ということで一旦橋本はお風呂、いやまずは準備、明日のお風呂の準備と明日の準備して、12時にぐらいになったらドボンが今日も終わってお風呂に入って寝たいと思います。わ、あやねちゃんの自己紹介の時にバッチコーイって素振りやってたの、さすが。え、気づいてくれましたか、嬉しい、ありがとうございます。もう私は出たことないんですけど、あの千葉といえばなんかバッチコーイだなって思ってたので、なんかちょっとやりました。もう終わっちゃう、ちょっともうハピョンはすごく今眠くてダメですね。あのなんかね、なんか今日でも聞きたいことありますかいやでもその劇場に関しては、まあもちろんそのなんてメールにもちょっとなんか書いたよっていう感じ、なんかそんな詳しくめっちゃ書いたわけじゃないけど、なんか今日の感想じゃない、感想っていうか今日ふと思ったことは、あのその劇場のあれに書いたので、んメールに、4メールに書いたので、ぜひそっちを見て
それを読んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。眠たい。明日上下どっちですか。もう忘れちゃった。1週間前くらいにリハやったからもう忘れちゃいました。すいません、ちょっと思い出せないです。何も覚えてないんで思い出せないです。ごめんなさい。はい、明日の新幹線で思い出そうと思っているので。それじゃ遅いですか。新幹線で振り振り見て思い出そうと思うのでも遅い。それでも平気。まあ思い出し終わり次第伝えます。もしかしたら今からこの後ドボンやりながら振り振り見るかもしれないし、8人だっけ6人だっけ、それも覚えてない。てかセットリスト何やるんだっけ。それもあんま覚えてないんだけど、もうだからその人数少ないから多分すぐ見つけれるよ。安心して。ということで、ちなみに私たちの前がゆきりんさんですか。後がゆきりんさん。そうってどっちにそうなんだろう。前がゆきりんさん、ありがとう。そっか、じゃあ見れないさそうだ。うん、前にゆきりんさんだったらちょっと見れ、私たち見れなさそう。すぐに見たかった。めっちゃもう多分着替えたりとかしてるからもう見れないと思う。悔しい。でもゆきりんさんが金沢に来るんだ、すごい。ということで、それでは、いや舞台袖から見るのと違うんだなと思って、やっぱり今日リハーサル、あの誰恋のリハーサルを、まあユニット曲のリハーサルを今日あのあこから見てたの。私最高列のあの土線からちょっとね、どんな感じに見えるんだろうってそう思って最高列の土線から見たんですけど、なんかこんな感じなんだっていうのも思ったし、まあ遠いなってなんだろう、やっぱそういう気持ちにはもうなったんだけど、なんかねすごくね、やっぱ本当に私は分身したいなって思った。そんな一日でしたね。てかずっと思ってる最近、なんか私自身のパフォーマンスを自分の目で見たいってすごく思っちゃうタイプで、今そう、なんかどんなパフォーマンスをしてる、なんか映像とかじゃなくて
本当にこの目でそのパフォーマンスを見たいってすごく思っているんですよ。そうだからなんか本当に全然ね、全然違う。やっぱり外から外からというか、こうなんだろう、ちゃんと客席から見るあれと。でもそれがすごくなんか学べたし、なんかもっとこうしたらこの子こうなるのになって思うところとかもすごくね、何個かあったというか、あったんだけど、でもまあきっと頑張ってそれを自分で気づく日が来ると信じてます。その子たちアニメということで、ジャンプ力高め誰がハッピーのパフォーマンスに一番、誰ですかね。橋本さんの負け男24時間見てられる自信しかないから、嬉しい。なんかでも今日の負け男はというか、なんかわかんないでもすごく今日も激重女を演じました。ぜひ皆さんアーカイブで見てください。 VR おもめ橋本やってるのでやばい押せなくなってきちゃった指が押せなくなってきちゃった。そうそう、明日の準備します。明日の準備して12時ぐらいにお風呂入ってゆっくり寝ます。あ、明日の衣装はすごく可愛い衣装なので楽しみにして、まあ全部可愛いんだけど衣装、明日はすごいなんかっこいい系か可愛い系かっていうと可愛い系なので、ぜひ楽しみにしててくださいということで、それでは配信終わりちゃいちゃいと思います。眠いので頑張るね。お風呂にも入るよ。行きます。1位鉄道ネイトピョンさんありがとうございます。2位ピタくんさんありがとうございます。3位サプライズレバーピョンさんありがとうございます。4位徹夜ハーピョン大大大好きありがとう。5位、ピリピピピンクと青にもしたい気持ちを抑えた本日、ピンクと白でいいんだよ。でもユニットはピンクと青にしたでしょさすがに6位タクラットコイさん、7位トシさん、8位アルパンさん、9位ユタパパ007さん、10位アチャコ明日楽しみさん、11位コロポックさん、12位ナーストさん、13位トモユキさん、みんなありがとうございます。やめだい、あやばい、本当に寝そうなので、ちょっとお風呂だけは絶対に入るのと明日の準備をしてぐっすり寝たいと思います。まずは準備をします。ということで、それではこんな遅い時間、まあ全然遅くないか、まだ22時半、まだ10時半なの。ありがとうございました。また、
そうですね、次いつ会えるかちょっとわからない人もね多いかもしれませんが、よろしくお願いします。明日の配信は、まあ、起きれたら午前中に1回やるんですけど、多分起きないので、あの普通に夜やります。はい、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットホッチャンアップで5708盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本愛乃でした。皆さんありがとうございました。すいません、こんな感じで、はい、ありがとうございました。はいはいはい、あ、この人教えんしとるやんけウケるということで、ありがとうみんな、またね、バイバイ、ありがとう。はい、うさぎの、あれこれやったわやりました。おやすみなさい。ありがとう。またねー。